こんにちは、島田です。今日は悩み癖がある人に脳科学的にねトレーニングする方法を話していきたいと思います。トレーニングなんでね、やればそうなるってことなので、ぜひ期待していてください。実はね、今あなたも分かってると思うんですけど、悩み癖がある人めちゃくちゃ多いんですよ、日本人には。もともとね、そういう日本人の特性特徴があるからだよっていう考えもあるんですけど、やっぱりね、いろんな社会的な要因があるわけなんです。例えば学校でね、ちょっとこう人間関係でもつれたりとか、何か嫌なことがあった時に悩んだりとか、職場でね、こう同じような、仕事しててミスしたりとか、人間関係でうまくいかなくてとか、まあ、上司からこう言われた言葉が引っかかってとか、まあ、いろんなところでありますよね。友人関係にしても家族関係にしても。でもこれって実はある特徴があるんですよ。そしてその特徴に対してトレーニングをすると解決していくよってことが答えなんですね。ということは、あなたのその悩み癖は必ず解決できます。なので最後までしっかり聞いてみてください。あ、せっかくなので僕自身の話もしとくと、めちゃくちゃ悩む方です。一人で考えるのが大好きっていうのもあるんですけども、まあ、結局ね、考えると思ったら気づいたら悩んでたみたいなこともあるわけなんですよ。これって本当にね、ドツボにはまりやすいですし、人ってやっぱりね、一人の空間でずっと何かを考えていたら、無意識のうちにね、マイナスの方に行きやすくなりがちなんですね。これはその人のキャラクターっていうよりは、人間がね、やっぱりマイナスなものを解決していく方が、まあ、生きるために必要ってところがあるので、本能的に備わっているところもあるわけなんですね。なので、そこを理解した上で、じゃあどうするってところをね、話していきたいと思います。今日は脳科学的に話をしていきたいなと思うんで、ちょっと脳の話をしていきますので、分かりやすいと思います。もともと僕は看護師の時に、脳外科でね、長く勤務してたのもあったので、まあ、脳は大好きなんですよ。理解することとか、うまく活用することにおいては。で、実は脳ってバンチがね、あるんですよ。一つ一つ部位によって。これがね、ブロードマン分類っていうものがあるんですけども、まあ、今回ね、その分類よりももっと簡単に大きく分けると、人には8つのバンチがあるんですよ。そのバンチの中にそれぞれの機能があるっていうことなんですね。じゃあまずその8つのバンチについて話していきましょう。全然難しくないんで、軽く聞いてもらったらいいと思います。まずですね、1番目に思考を司るバンチがあるんですよ。要はね、考えること、判断することに関係するものですね。次に感情のバンチです。あなたの感性を司るものですね。そして次が伝達を司るもの。これは話したり思っていることを伝えるってことに関係するものですね。次が運動系のバンチ。これは体を動かしたりするものに大きく影響しているバンチになります。次が聴覚系のバンチ。もうこれは簡単ですね。聞くことに関係するバンチになります。そして次が視覚系のバンチ。これは目で見るものに関連したバンチになります。次が理解のバンチ。これもあなたが理解することに関連したバンチになります。最後が記憶のバンチ。何かを覚えたり思い出すことに関連したバンチになります。この8つのバンチが僕たちの脳の中には大きくあるわけですね。しかも僕たちの脳は右と左、この2つあるわけなんです。なので8つのバンチが実は両方にあるわけです。そして右脳の方が感覚的、左の方が論理的なので、それぞれに8つあるので、トータル16個の機能があるっていうふうなことになります。ちょっとこれ難しく考えると大変になってくるので、とりあえず8つのバンチがあって、それが左右にあるんですよってことですね。最新の脳科学的に言うと、ここに脳梁っていうものがあってね、この左右をつないでるわけなんですけども、常にこの2つが連動しているので、どっちかだけがその機能を果たしてるんですよってことはなくなってきてるんですね。全てがうまく連動してね、本当に高度な能力を持って人の脳はね、働いているってことなんですよ。今日特に重要なこと、この8つの領域全部使うわけじゃないんです。この中でも感情が大事なんです。感情のバンチ、この感情のバンチについて話していきます。なんで悩み癖があるのかっていうと、感情のバンチのコントロールがうまくできてないからなんです。ということは、その感情のバンチをトレーニングするとどんどん良くなることができるってことなんですね。
ではこの8つの番地のうち悩み癖に関連するものはどれだと思いますか？答えは思考と感情なんですね。この思考と感情の番地をうまくトレーニングすることができれば、あなたの悩み癖はどんどん変化していくことができます。これ以前僕の YouTube の動画で話したことあると思うんですけど、意識と無意識の話の中でもその潜在意識の中に順番があって、感情の次に思考があるんですよって話したと思うんですけど、よかったらそれも見ていってほしいんですけども、感情と思考は常に連動しているわけなんです。考えることで感情が出てくる、感情に対してまた考えが出てくる、常に連動しています。なのでこの思考と感情をトレーニングするってことを大事にしていきましょう。それでまず考えてほしいのが、筋トレってあるじゃないですか。毎日腕立てをすると筋力が増してきますよね。ほんのちょっとでも毎日ランニングをするとそれなりに筋力もついてくるわけで、でやめたら落ちていきますよね。これと同じなんですね。脳も筋肉なので筋トレと思ってもらっていいんですよ。あなたが悩み癖があるってことで毎日毎日悩むことを続けていたら、そこが常に筋力が増してるようなイメージですよね。そこが強く強くなっていくわけです。だからずっとね、癖が取れなくなるし、さらにさらに強くなっていくわけです。ということはそのトレーニングもしなくていいってことなんですよ。もうやめたらそこが鍛えられなくなりますよね。逆に他の部分を鍛えることができると、そっちの方が強くなっていくわけです。ということは僕らはそれは性格じゃなくって、毎日の習慣がそれをさせてるってことです。腕立て伏せはあなたはしているようなことなんですよ。毎日悩み癖っていうね、そこをトレーニングしていったらいいわけです。そしてこの悩み癖がなんでこんなに強くなっていくかってところなんですけども、これは SNS がねすごくこう発展していくことによって、自分以外の誰かを見る機会がたくさん増えていくわけじゃないですか。まあ僕の動画を見ている方もそうだと思うんですよ。これって、何かを学ぶ上とか、知らないことを知る上でめちゃくちゃいいことなんですけども、一方でねマイナスな要素もあって、例えば自分が理想としている人を見た時に自分を否定しまうことがあるわけなんです。自分できてないなとか、自分全然いけてないなってことで、そういう形で比較をしてしまうことを自然とやっているわけです。無意識のうちでそれを常に繰り返しているわけですね。あなたの友人の SNS 見たりとか、あなたが憧れてる人の SNS 見たりとか、もう一方であなたが嫌いな人の SNS があったりとか、そういった中で常に比較をしてしまうから、自分のことを良くないっていうふうに思いがちになってしまってんです、自然と。だからこそ悩みがどん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 また深まっていってるってこともあるわけなんですね。でここまでやってくると分かりますよね、傾向が。毎日の習慣がそれを作ってるんだなってこと、それから今の時代がそれをさせてるんだなってこともあるわけなんです。だからあなたが悪いわけでもないし、あなたの能力が劣っているわけでもないし、あなたの性格がそうさせてるわけではないです。今から話す超簡単なトレーニングをやったらあなたは変わってきます。それで何をやったらいいのかってことなんですけども、これね、いろんなものがあるわけなんですけども、例えば一つ目は環境ですね。あなたがこうなりたいっていうところがある環境にいると、脳はですねミラーニューロンって言って、その人のことをモデルにすることができるんです、自然と。例えばお父さんお母さんの歩き方に似てたりとか、話し方が似てたりとかあるわけじゃないですか、兄弟とかでもね。そういったものって勝手にモノマネしちゃうんですよ。ミラーニューロンっていうのはモノマネ細胞と言われてます。だからあなたがこうなりたいな、要は悩み癖をもっとポジティブに変えれるような人たちがたくさんいるようなところにいるようにすると、それが当たり前にできるようになります。これはまず一つですね。でもすぐには変えれないよってことがあるわけですよね。結局自分ではできないものですね、今のは。自分で選択はできるけど、誰かがいるからできることになりますね、環境の場合は。もう一つは、これは本当に大事なことで、僕はクライアントさんに今まで全員に伝えていってますし、僕自身もやってきました。でこれが本当にたくさんね、いい影響をつながっていったんです。それは何かっていうと、自分の一日の中でね、ちょっとでもいいんですよ、良かったことを書き出してみるってことです。考えてみるだけでもいいですよ。できれば書き出してもらえるとね、目で見ることができるからいいと思うんですけども、結局悩み癖があるってことは、悩みについて常に深く考えているわけなんで、この筋トレをやめてあなたのいいところを見る筋トレしましょうってことを今日は言いたいんですね。そうすると最初はね抵抗あるんですよ。
自分のいいとこありませんって、今日もこういうとこがダメでしたってことばっかり言っちゃうんですけども、それを変えていくことがあなたにとって大事です。あなたの今日良かったこと、ちょっとでもいいんですよ。例えばね、誰かにね挨拶できたじゃんとか、普通にこう鏡の前でね今日笑顔作れたなとか、普通に仕事からね帰ってこれたとか、そういうちょっとしたことでもいいんですよ。まずそこに目を向けてみるってことが大事になります。なので自分を認めることを書き出してみるってことをやってみてください。それから最後にね、これもね聞いたことあるかなって思うんですけど、改めて考えてほしいんですね。鏡の前で笑顔を作るってことをやってみた方がいいよってよく言われるじゃないですか。あれってその意識的に笑顔を作ると人間の、ね、脳が楽しいんだなって錯覚してね、そのホルモンがね幸福を感じるホルモンが出てくるからよりいいわけなんですよ。それを作ることがいいって分かってるけどなかなかやらない人は多いわけなんです。でも考えてみてくださいね。さっき言った通り笑顔を作ってそれを見る自分が毎日筋トレしてるんですよ。それを積み重ねたらどん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 そこが強くなっていくわけです。そうすると自分のことが好きになりやすいし、自分のいいところがまたどんどん分かってくるわけです。そうすると悩み癖じゃなくって自分のいいところを見る、で自分のいいところを見ることができると人のいいところも見ることができる、人のいいところを見ることができると一日の中でいいところをどんどん見つけることができるようになります。そうすると悩み癖からいいところを見つけれる脳に変わっていくんですね。これができるとどんどんあなたが自然とねポジティブっていうよりは割とフラットな状態になることができます。そしたらねもっといろんなことができるようになると思いませんか？絶対なるんですよ。だからトレーニングしたら必ずなるので、もし今ね悩み癖があるっていう方は、今回ねお話しした内容まとめると3つしかないので、とにかく筋トレのねすること内容を変えましょうってことなんです。悩み癖じゃなくって自分のいいところを書き出してみること、それから笑顔を作ってみる、意図的にやってください。そして環境をね変えれそうだったら変えてみる、自分がありたい姿がある環境になるべくね行けるようにしてみてください。このねどれか一つからでもいいのでぜひやってみてください。書き出すことは今日からできると思うんで、この動画終わった後にねぜひやってみてください。そしてねこのチャンネルでは個性で生きる流儀ってことで、とにかく僕は自分の個性を生かすことね、生まれ持った個性を生かして人生経験をね意味があるものにすることによってね、あなたの本当になりたい姿、それからあなたが本当にやりたいことを通して自分らしい人生が生きれるし、そして人にも価値提供できるんですね。そんな世の中になることが日本の平和につながると思っています。なのであなたが悩み癖を改めて自分のいいところを見つけるってことは個性を生かすよりもすごく重要なことなんです。ぜひやってみてください。よかったらねチャンネル登録も嬉しいですし、それから概要欄の方にはこの自分を知るってことをね深掘りするためのワークも用意してますので、やってみてほしいなと思います。ということで今日は悩み癖を改善する、絶対にもうねいい方向に行くためのトレーニング方法について話していきました。以上になります。では。